ファステトラック、または MC-1 エンジンは NASA によって小型の廉価な使い捨て型ロケット用に開発された液体燃料ロケットエンジンである。エンジンの点火分けロシンを供給する前に燃焼室内に手動用の点火剤を噴射して点火する。推進剤は短軸式の複式、インペラターボポンプで供給される。エンジンの設計は廉価で使い捨て式の アブレーション冷却による炭素繊維強化炭素複合材料製のノズルで水力6万 LBF である。MC-1 のエンジンシステムの開発試験は1998年10月24日から実施され、中止されるまで3機のエンジンが別々の試験装置で48回の試験が実施されたエンジンは打ち上げられなかった。ファステトラック計画の中止後、NASA は ロータリーロケットや X-34 計画のような他のロケットで使用するためにこの設計を用いることを試みた。識別名称はファステトラック 60K から MC-1 に変更された。ファステトラック設計の基本的な原理は同じ協力会社が製造するターボポンプを使用するスペース X 社のマーリン 1A エンジンに受け継がれている。 マーリン -1A は、幾分、水力が大きい7万7千 LBF に対して、ファステトラックは6万 LBF である。同じ基本設計は、ターボポンプの改良後は、より高水力化が可能だった。最新型のメルルン -1D では、水力は15万5千 LBF に到達するが、再生冷却エンジンである。この記事には、アメリカ合衆国政府の著作物である。 アメリカ航空宇宙局のウェブサイトもしくは文書本文を含むありがとうございます。